今月18日から首都圏鉄道会社で鉄道駅バリアフリー料金制度による加算運賃が導入されます。JR 東日本、東武鉄道、西武鉄道、小田急電鉄、相模鉄道、東京メトロと横浜高速鉄道では今月18日から JR 東日本では東京電車特定区間内、私鉄各社では全路線で導入されます。普通 運賃は大人10円が一律加算され、通勤定期運賃も対象だということです。去年、春から子ども料金が50円となっている小田急電鉄では、子ども料金への加算はしないということです。鉄道駅バリアフリー料金制度によって徴収した運賃は、ホームドア設置などのバリアフリー性能を向上として利用するということです。これで3月11日の KAB ムービーズを終わります。